バンクーバー港は、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー市にある港。重量ベースでは、年間7940万トンを取り扱う、カナダ最大の港湾であると同時に、アメリカ西海岸でも、最大の港湾で、コンテナベースでは、カナダ最大、北米大陸では、第5位の取り扱い量を誇る。貿易額は430億ドルで近隣のバラードイリエやデルタ市にある。 ロバーツバンクスーパーポートとともにポートメトロ、バンクーバーが管理を行っている。1929年のバンクーバー港と市外の地図、バンクーバー港は1914年にパナマ運河が開通したことにより、ヨーロッパへのアクセスが容易になり、国際的な海上物流の舞台に立つことができた。1920年代には後に、バンクーバー市長やカナダ上院議員となり、 ロッキーを平らにした男との異名を持つゲリー・マクギアーの取り組もあり、州政府はバンクーバー港から港湾輸送を行う貨物を絞り込み鉄道でロッキー山脈を越えて東海岸へと輸送するルートを取る貨物と区別することでカナダ平原の小麦を東海岸の港でなくバンクーバー港から輸出させることに成功した。また1920年代初頭に 州政府が開発を監督する公安委員会を設立し、1923年の完成をもって、現在はバンクーバー港の一部となっているバランタインピアは大英帝国で最も先進的な公安となった。第一次世界大戦後には、カナダ太平洋鉄道や材木輸出業者などバンクーバー港のウォーターフロントにある会社が急増する。 需要に対し労使関係を管理するための労働組合であるブリティッシュコロンビア運輸連盟を結成し第二次世界大戦後のイルーの前進となった。1930年代に入ると港湾を通過する貨物輸送はバンクーバー経済で大きな地位を占めるに至った。2008年1月、バンクーバー港は周辺の北フレーザー港湾委員会とフレーザー川 公安委員会の2つと合併し、ポートメトロバンクーバーとして新しく組織された。バンクーバー港には、現在25のターミナルがあり、うち3つがコンテナ、5つがブレークバルクカーゴ、17がバルクカーゴ用となっている。このうち、コンテナターミナルとブレークバルクカーゴターミナルは、ドバイポーツワールドによってリースされている。 2006年の貨物取扱量は2005年の7650万トンから4%、増え7940万トンとなり、2005年のデータでは170万個のコンテナと91万人の旅客を取扱い、入港した外国船は10万隻以上に上る。2005年の主な輸出入先は以下の通り、 現在のバンクーバー港の様子バンクーバー港は3万人以上の雇用を創出している。主に5つに分野に分かれており、2万1000人という同行最大の雇用を生み出している海上貨物分野、それに次いで5600人の雇用を生み出す客船、クルーズ分野、そして造船及び修理分野、港湾施設分野、そして港湾自体とは関係のない会社の分野である。 これに間接的に生み出される雇用も含めると実に6万2千人の人が働いており、その平均給与はブリティッシュコロンビア州全体の平均給与を52%も上回っている。現在バンクーバーコーは直接的なものだけで18億ドル、相乗的なものも含めると40億ドル以上の経済効果を GDP にもたらしており、物の輸出入を通して カナダ西部全体の経済のようの一つとなっている。また、バンクーバー港は主に5月から9月に行われるアラスカクルーズの母港となっており、100万人近い乗客と300便以上のクルーズ船がバンクーバーの2つのターミナルから出港している。研究によると、今後20年間で北米大陸西海岸のコンテナ取扱量は3倍に。 拡大し、現在、約200万 TEU を扱っている。バンクーバー港のコンテナも2020年までに700万 TEU まで増えると見られている。そのためバンクーバー港を管理する、ポートメトロバンクーバーは、バンクーバー港を拡大し、港湾の能力を向上させる計画に着手し、2002年には、既存ターミナルの効率化、既存ターミナルの拡大。 新ターミナルの建設という三本柱を中心とした内容の計画を発表した。しかしブリティッシュコロンビア州の西海岸北部、アラスカ州との比較にいるためより、アジアの主要港に近いプリンスルパート港がバンクーバー港よりも有利になると見られ強力なライバルと認識されている。ありがとうございます。